さあ、ということでね、コンビニ出て飲み物買ってね、さあ、通勤行こうかなと思ったわけですよ。そうしたらですね、私はね、とんでもないことに気がつきましてね、ちょっとここら辺でいいかな。あそこまで行こうか。これ今ちょうどバス停があったんですよね。西山団地っていうところみたいですけど。そしたらちょうど今バスが来ててね、人が乗ってたんですよね。で、角度的に言うと、こんな感じで、まあ、おったわけですよ。ファミリーマート出てね。そしたらバスがついてですね、ああ、みんなバス乗ってくんやってみたらですね、広島行きのバスなんですよね。広島駅行きの。ここから広島までバス一本で行けるんやなって、すごいなって思ったんですけどね。いやいや、ちょっと待てよと。なんで広島行くバスがこっちに行くの？私はだって今から東の方に向いていかなあかんと思って、東の方に行かなあかんと思って、東の方に向かっとったわけですよね。こういうわけですよ。お、これ重かったかね、ここ。すごい道ですけどね。感じで行くと、こんな感じですよ。よいしょ。ね、秋亀山があって、私はこの、川戸星川でしたっけ？川と星川でしたっけ、こっちの方に向かっていかないといけないですね。これ間にあるっていう話でしたからね、四日市役場ってところが。ですけどね、ずっとこれ登っててですね、私も途中でね、山に登っとるし、今回このね、曇り空なんですよね。そうすると何が起こるかというと、方向感覚が来るわけですよ。ましてや来たことのない町です。地名聞いても、ああ、こっちと間違っとるやんってすぐに分かるわけがないわけです。案の定ですね、全く逆方向に進んでましたね、今。ですから、このずーっと行って、この保育園とか書いてある方、こっちの方にね、向かって歩いとったってことなんでね、これはいけないということで、慌てて今、方向修正をしとるってところですね。自転車やったら、本当、大変でしょうね。下りはいいでしょう。なんて言っとったら、まだ学校出てきましたね。よいしょ。やっぱ、降りないと無理でしょうね、これ。えらい降りてくんね。何これ。あ、違う、これ臨時バスかなんかなんかな。あ、遠足かなんかなんかな、この感じね。そんな感じですよね。あ、なんかそうですね、なんか臨時バス、貸切バスって感じですもんね。朝から遠足かなんかだったんでしょうかね。社会見学かなんか行ってたんでしょうかね、あの感じ。11時43分、まあ朝から行って戻ってくる来たら、まあちょっと早いかなって気もしますけど、まあ、分かりませんけど、とりあえず亀山4丁目。これで、メイン通りの方に出てるはずなんですよね。メイン通りでもえらい北の方に出てしまっとるけど。待てよ。ずーっと来ていったんやで。これ、こっち行ったらかね、こっちかな。とりあえず壁って方に向かってかなあかんないで。私のこの角も壁にぶつかっておりますか。坂瀬警備かな。坂があって壁があって感じですね。まあ、ちなみに坂っていうと、あっちのクレセンの方のね、坂町って、動画も撮ったかな、写真あるで、これで坂駅ってね、私も行ってきましたけど、ここは大丈夫なんかな、またって。小学生の皆さんが見てる上に、校長の面前にさらすやつやってますかね。あ、でもまた、万博バス、あ、やっぱし、あれでしょうね。なんか社会科、見学か、遠足か、そんな感じだったんでしょうかね。続々と。とりあえず私は四日市向かわないといけないわけです。亀山から四日市に向かってね。どういうあれなんか、帳面に四日市が入ってるのかどうかとかも何もわかりませんからね。ここが、北区じゃなくて、朝北区って言ったらいいのか、これ。朝北区亀山でいいんでしょうかね。ここが、さっき降りてきたこの小学校ですね。あ、亀山小学校ってなってますね。看板あるやん。まあ、見たところでよく分かってないですけど、でもまあこっち方向で良さそうですね。いいピッチのアンテナあるじゃないですか。これいいですよ。これはもしかしたらこのタイプの PHS のアンテナはこれ見えてます、保護色になってるけど、このタイプね、これはですね、多分 DDI ポケット時代に作ってるはずなんです。ですので、もしかしたら DDI ポケットの看板ついてるかな、どうでしょうね。どうかな、もう消えちゃってますね。消えちゃってますけど、これそうですね、こっちのアンテナですね。あー、でも奥にね、こっそりとね、見えるかな、ちょっと見えないかな。ちょっと DDI ポケットの文字は肉眼とね、ちらっと確認できますけど、やっぱ DDI の、やつですね。おー、すごい、亀発ってあるんですね、こっちにも。
ここはお好み焼きの上八ってなってますけど、で三重県の神山で神八って言ったらやっぱ神八食堂って有名なところがあってね、あの元祖味噌焼きうどんのところで、ね、行ったことあります。あの結構昔に行ったら、あおばあちゃんでね、父方の祖母がもともと神山の方だったんで、それもあってね、結構あそこの味噌焼きうどんは行く機会がありましてね、味噌焼きうどんとしては売ってないですね、焼肉として売っとって、別で、うどんの玉が売っとって、それを両方買うと、あれ不思議、あの味噌焼きうどんが出来上がるっていう寸法なんですね。だから自分で作りますし、あくまで焼肉の延長線上っていう感じの作り方なんですよね。ちりとり鍋みたいな、ちりとりみたいなね、鉄板の上にね、もう野菜と肉がどんどん盛られた状態、はいよって持ってきて、そこに、うどんの玉を僕、ある程度焼いてね、ところでこう入れて、まあ、最初はちょっと単品で食べてもおいしいです。そこにもう味噌も乗っかってますからね、ぐるぐる混ぜると、味噌焼きうどんが出来上がるっていうのは、もともとの味噌焼きうどんなんですよね。基本的にはもう味噌焼きうどんという単品としてね、提供しているところが多いみたいですけど、その中でいうと私の中で雷大軒、雷大軒ってとこね、言ったら大豚滝で有名なところじゃないですか。大豚滝で有名なんですけど、あそこって言うとね、私ねなんかね餃子にとも買って帰ってたねイメージがあるんですよね。それも自由が丘の雷大軒ね、鈴鹿にあった雷大軒のところでね、よくね雷大軒で有名な松本の雷大軒ね、有名なんですけどね。関西ウォーカー京都チャンプに輝いたんですよ、大々系が。そうなんだ、あ、今度新しいピッチのアンテナか。 PHS のアンテナはね、市街地っていうほど市街地じゃなくてもこれぐらいの感覚で、出てきますよ。でアルゾってスーパーマーケットもあるんですね。これは私聞いたことない、どこか系列なんですかね。エブリデイロープライス、レストランキャロットなんてあるんですね。こいつはウィルコムですね。そういえばスーパーもここのところは、このローソンなんだ、なんだこのローソン、なんか全然なんか趣の変わったローソンですよね。違う、分かった、蛍光の普通コンビニっつったらね、このローソンのところが光るようになってるじゃないですか。ここのところが普通の立て看板なんや。へえ、こんなローソンあるんですね。で本屋さんと一緒になったのね。へえ、広島はなんか変わったローソン多いですね。さっきのあの真っ赤なローソンとかね。あ、そう。来ましたけど、そろそろどっかで南に入ってかんとあかんですね。どこら辺にあるのかもよく分かってませんからね。新宿あたりまで行ったらいいのかな。正直いろんな店ありますね。こっちの亀山。本家って言ったらいいのかな。三重県の亀山よりもいろんな店多い気がするんですけど、ここが結構入ったとこからずっと歩いてますけど、ずっとありますもんね。ほいってことで、ね、さっきの信号のところも来ましたけどね。まあ、やっぱ方向的にはあってそうですね。そこにわーっと頑張ってきます。塩市街がこっちになってるので、まあ、そっちの方向かっておけばいいんでしょう。問題はその、やつがね、どこにあるかちょっと一回音声認識でやってみましょうか。四日市役場っていうのがあるらしいんですよ。これですね、町づくり四日市役場。あ、ちょうどいい感じみたい。たまたまその前が止まったところが、ここずっと行ったらいい感じですね。へー。町づくり四日市役場って名前なんですね。なぜに四日市って名前なの。完全に住宅街って感じじゃないですか。本当に こんなところで売ってるんですかね。うちのアンテナ、あ、これ4本やけど、これはウィルコムのマークになってますね。一応、この辺は亀山、亀山なんですね。すいません。ふひふひ。本当に狭いですけど。ね、狭い場所にも車通りも多いですしね。あ、こんにちは。これか。おぉ。すごい。町づくり四日市役場、本当に四日市役場ってありますね。へえ。